あの VCR の件なんですけども、あのまあちゃんとあのダメだよって怒られまして、わかりましたと。そんななんかめっちゃあれですけどね、もう禁止ですとかそういうレベルじゃないんですけども、まあ気をつけましょうねみたいな、ゲームの機能だったから一応あれだけど、まあ、気をつけてくださいねっていう感じでございまして、はい、なんかまあ、祭りがねお金稼ぎたいんだよねみたいな話して、じゃあどういうことするみたいなので、まあ、それも乗っちゃったのも悪いよねってすごく思う。祭りがねやっぱお金稼ぎたいって言い出したからさ、いやミッチーさんがこう案を出してくれて祭りも乗っちゃったから、そうなんだよね。あの時に祭りが一番取ればよかった行動をねいっぱい考えたの。うわどうすればよかったかなと考えた結果、あの時にそれはやりすぎっつって銃でバーンって撃ち殺してたら一番良かったのかもしんないと思ってそうそうそう、まあ、だからちょっとそういう選択ができるように今後はね気をつけていけたらなと思いますね。そうそうそう、うんって思いました。だからまあちょっとなんかもうちょっといろいろ考えながらね今後やっていけたらなと思います。でなんかもうやんねえのかどうなんだ、いやもうやんのかどうなんだみたいな話なんですけど、まあなんかちょっと様子見つつ、まあそうですね、様子見つつっすね賛否両論あると思うんですけども、いやでもねちょっとちゃんとするけど、本当にね反省をしてて、でもなんか反省しすぎて、まあ、反省もちろんしてるよ、めっちゃしてる。どれくらいしてるかっていうと、もうすごいしてるんですよ。ゲロ入ったくらいにはしてます。すいませんでした本当にその件は。でまあなんかただそのあそう土井さんとかあとはそのメンバーとかからは特になく、ちゃんとね裏で連絡は取って、はい、VCR で関わってくださった方々には謝罪のチャットをさせていただきまして、ご迷惑をおかけしましたと、はいって感じで、ただなんかこれですごいずっと申し訳なさそうにしてたら向こうもなんか絡みづらいかなっていうのがあるんで、まあ、程よい感じで様子見つついろいろ活動ができたらなとは思っておりますね。はい、ゲロ吐くは 100% 嘘。あ、これね、そう、まあ信じるか信じないかあなた次第なんだけど、あ、写真撮っとけばよかったな、じゃあうん、まあそんな感じで今日もねコメントどうなるかなって思いつつ、チャンネル登録者限定にしてるんでね、チャンネル登録してコメントをしてくださってる方々ありがとうございます本当にね。はい、だからみんなはねそういうこと言うなとか言わないでください。この人たちはチャンネル登録をちゃんとした上で書いてくださっていますのでありがとうございますね。うん、はぁ、ということで、ま、あとは YouTube と Twitch の規約の差をまさにあんま分かってなくて、 YouTube では大丈夫だから YouTube 基準で考えてたけど Twitch だとダメなんだなっていうのをね、そうなんですよ。そこもねちょっと Twitch の規約見てみようと思った。 YouTube だからとかじゃなくてね、うん、そうそう、それは思った。そう、YouTube だから大丈夫なんよね、あの LINE。 そうそう、気をつけますね。あのホロライブのブランディング的なやつでは別に怒られてないですね、正直そこは言うと。ブランディングがどうの系では怒られてないけど、なんか、まあ、他のプラットフォームの人もいるから気をつけようねみたいな。そう、テテムケミテテツイゼンコテ、生きてくれてありがとう、大捧げたい。